どうもさっさんです。今回はですね、昨年発売されて今私さっさんのメイン PC として使ってますアップルの新型 MacBook についてなんですけど、まあ、やっぱりねこういった MacBook とか、ノート PC 使ってる方って結構多いと思うんですよ。で皆さんねノート PC 使うときどういう風に運用されてますでしょうか。私さっさんはですねこれと一緒にボヤタっていうメーカーのスタンドを Amazon で買って、それにね MacBook を乗せて使ってるんですよ。でこれねこんなにコンパクトなのにすごいパワフルで、めちゃくちゃ便利な PC ではあるんですけど、一つね欠点がありまして、それはですね USB Type A 端子がついてないってことですね。最近は、まあ、サンダーボルトとか、Type C 端子が主流になってきてるので USB Type A 端子なくても困んないっていう方もいると思うんですけど、私さっさんの環境ではですねまだまだ必要なので、そのボヤタのスタンドとは別にねサンダーボルトドックを組み合わせて使ってたんですよ。ただそれだとスタンドも置いてるしドックも置かないとダメで、ちょっとデスクの上がごちゃごちゃして嫌だなって思ってたところ、今回ですねいつもお世話になってるテックウィンドさんから、こちらのスタンド兼ハブを2つお送りいただきました。こっちが XKIT っていう製品で、こっちが JCUBE っていう製品になってます。ということで今回の動画はですね、この2つの製品を試していきたいなと思います。はい、じゃあ早速開封して見ていきたいと思います。この2つ結構ねタイプが違う製品になるんですけど、まずはですねこの X キットからいきましょうか。はい、じゃあいきます。オープン。よいしょ。はい、こちらが X キット本体なんですけど、今はね折りたたまれた状態なんですよ。これどうやって開くんだろう。あ、引っ張るだけでいいみたい。あ、すげえ、結構簡単に、折りたたんだり開いたりできますね。なるほどね。この機構はかなり良さそうな感じですね。本体の材質なんですけど、この上のノート PC を載せる部分が、ゴムみたいな、なんかシリコンみたいなちょっと柔らかい素材になってますね。この手前の PC が当たる部分も、まあ、そういうねクッションみたいなのがついてます。で横にハブ機能としてね、いろんな端子ついてるんですけど、一番右が USB Type C、そして USB 3.0 が2つ、 HDMI で一番左にあるのは SD カードリーダーですね。フルサイズの SD カードだけじゃなくてマイクロ SD カードリーダーもあるので、まあ、変換のねアダプタとか使わなくても、データ転送することができます。でデスクに設置する面にも4箇所、こういったねゴムみたいなのがついてますね。でこれただ広げてこの上に PC 乗せて使うっていうわけじゃなくて、角度調整にもね対応してるんですよ。こんな感じで開けるんですよ。横から見るとこういう感じで立てて、この下にあるつっかえ棒みたいなやつを、固定して使うと、このつっかえ棒を固定する穴が4個あるので、角度を4段階でこういう感じでですね調整していけるんですよね。これが一番低い状態です。そしてこの上に PC を乗せて使うっていう感じですね。これスタンドはね結構しっかりしてる感じ、こう押したりしてもね、ぐらついたりとかは一切ないですね。ちょっと試しにタイピングしてみます。全然ぐらついたりとかなくてね、すごい作業はしやすいんじゃないかなと思いますね。うん、いい感じ。ちなみに今まで使ってたこのボヤタのスタンドと機能を比較してみると、こっちはですねこの奥を持ち上げられるっていうだけじゃなくて、手前側もねこういう風に持ち上げることができたんですよ。なので、このスタンドの下になんか物を置いたりとか、キーボードをね使い終わったらこの下に収納したりとか、そういうことはできました。ただこのね X キットについては手前側を持ち上げるっていうことは残念ながらできません。でもこのボヤタのスタンドにもちょっとデメリットがあって、 X キットであればこの上に PC を乗せてタイピングとかもすごいしやすかったんですけど、これはですねちょっとぐらついちゃうんですよね。手前をこう下げた状態にしてもこれ分かりますかね、ちょっと浮いちゃうんですよね。なので、この上に PC を置いてじゃあタイピングしてみます。分かりますかね、これタイピングするとちょっとね揺れちゃうんですよ。このスタンドの上に PC を置くだけで、高さを調整するとかだったらいいんですけど、まあ、実際にこの PC 本体のキーボードを使って作業するってなると、まあ、あんまり向かないんじゃないかなと、使ってて思いました。やっぱり PC 本体のキーボードを使ってね、作業するっていうのであればこの X キットの方がかなりね安定性高いんじゃないかなと思います。はい、そして付属品なんですけども、左から PC 接続用の USB ケーブル、クイックガイド関連、持ち運び用のポーチですね、こんな感じになっております。
はい、じゃあ接続して実際にね、使ってみたいと思います。まあ、接続するって言ってもね、ケーブル、つなぐだけなんで非常に簡単なんですけど、で一緒にワイヤレスマウスのレシーバーもねちょっと挿してみます。ちょっとケーブル長めかな、もうちょっと短くてもね、個人的には良かったんじゃないかと思うんですけど、はい、今 X キット経由でマウス接続してみたんですけど、もちろんね問題なく使うことができます。はい、じゃあせっかくなんで X キット経由でこのモニターに映像出力もしてみたいと思います。はい、 HDMI 挿しました。これもう映るかな、お、もういけますね。はい、こんな感じで問題なくね映像出力も使うことができます。はい、それとですね、私サスさんは Mac で使おうと思ってるんですけども、こんな感じで Windows のノート PC でも USB Type-C 端子があればもちろんね、使うことができるので、まあ、いろんな端子拡張したいっていう方は Windows でもね、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこの X キットとりあえずね今開封して触ってみた感想をまとめると、この機構とか作りはね、すごいいい感じですね。よくできてるなというふうに、感心させられましたね。本体の角度は4段階から自分に合った角度に調整できるので、首にかかる負担とかもね、軽減してくれるんじゃないかなと思うし、あとね最近は SD カードリーダーついてない PC って結構多くなってると思うんですよ。そういった PC と組み合わせるとね、まあ、相性いいんじゃないかなと思います。で本体がすごい軽いので、ちょっとした出張とか旅行でもね、重宝してくれるんじゃないかなと思います。で気になった点を挙げるとすると、これね PC 本体へ給電はできないので、ケーブル1本で PC との接続完結できるっていうわけではなくて、まあ、またね、別で PC に電源さしてあげないとダメなのが、まあ、ちょっとスマートさに欠けるかなっていうのと、あとですねこの SD カードリーダーついてるのはすごいいいんですけど、規格がね UHS-1 っていうね、転送速度がちょっと遅いね古い規格なんですよ。その2点がねちょっと残念かなと思いました。はい、続いて2つ目がこちらの J-Cube という製品なんですけど、これは昨年の4月にキックスターターで、クラウドファンディングを行ってたものらしいです。じゃあ中見ていきましょう。よいしょ、はい、来ました。あ、すげえ、これこんな感じなんだ、珍しい。これね1つに見えるんですけど、2つがこうくっついてるらしい。あ、マグネットでこうパチってなってるだけですね。まあ、収納するときは、こういう感じにして、使うときはこんな感じでね、外して PC に、左右にくっつけて使うものになってます。本体の底面には右と左が分かりやすいように LR って書いてるんですけど、これがですね、滑り止めみたいな感じで、まあ、ゴムみたいな素材になってますね。でこっちが、内側というかこの上に PC が乗るんですけど、これがねなんか収納されてんのかな、お、こんな感じで、引っ張ると、まあ、PC との接続端子が、出てくるっていう作りになってますね。で端子についてなんですけども、右側がですね USB Type-C 端子1つ、有線 LAN ポート USB Type-A 端子2つで、左側なんですけど USB Type-A 端子1つ、 HDMI 1つの USB Type-C が2つになってますね。左側の Type-C 端子はデータって書いてるので、これは充電できないっていう意味なのかな。はい、じゃあこっちの J-Cube も実際に使っていきたいんですけど、その前に一つ注意点がありまして、これはですね左右どちらもサンダーボルト2つずつ使用するっていう特性上、このね、旧タイプの MacBook、両側にねサンダーボルト2つずつついてるやつでしか使うことできなくて、最近出たね新型の MacBook とか、その前のね M1 MacBook Air とか M1 MacBook Pro とか、そういったものでは使うことができないので、そこはね注意してください。はい、じゃあ取り付けて使ってみます。はい、あ、結構ねこれがっちり固定されますね。はい、横から見るとこんな感じですね。 X キットほど角度つかないんですけど、若干傾斜してるので、まあ、タイピングとかはね結構しやすいんじゃないかなと思います。ちょっとこっちでもタイピングしてみます。これいい感じの角度ですね。ちょうどいい傾斜っていう感じで、安定感もめちゃくちゃありますね。ガタつきが、一切ないですね。ただこれ端子がついてるのが横じゃなくてね奥なんですよ。後ろ向きになっちゃうので、これが好み分かれるかもしれないですね。ちょっと映像出力こっちでもね試してみましょうか。はい、というわけでこんな感じで J-Cube 経由でも、問題なくね映像出力できるし、 USB の機器もね、使うことできますね。これ今触ってみた感想としては非常に面白いですね。今までこういった左右一つずつセットで一つの商品みたいな製品でなかったと思うんですよ。で持ち運びもすごいしやすいし、まあ、見た目もスタイリッシュだし、安定感もすごいあるし、傾斜もねちょうどいいなって思いました。
それと MacBook 本体には付いてない USB Type A とか、有線 LAN ポート、HDMI とかね、こういったものを拡張できるので、まあ、かなり便利にはなるのかなとは思ったんですけど、やっぱり残念な点っていうのもあって、まずね、旧タイプの MacBook でしか使えないっていうのがこれ一つ目。そしてさっきも言ったんですけど、この構造上仕方ないことではあるんですが、まあ、ここにね接続端子が格納されてるんで無理なんですけど、やっぱね後ろに端子が集まってるっていうのがちょっと使いにくいと感じる人いるんじゃないかなと思います。で最後が左右両方とも SD カードスロットがないってことですね。新型の MacBook であれば SD カードリーダーあるんでいいんですけど、この旧タイプの Mac はですね SD カードリーダーないんですよ。それもあってこういったハブの使用を検討する方が多いと思うんですけど、この J キューブであればね結局別で SD カードリーダー用意しないとダメになっちゃうんで、まあ、そこはね残念かなと思いました。まあ、対応してるのが旧タイプの MacBook なのでちょっと人を選ぶ製品ではあるんですけど、 SD カードリーダーもいらないとかっていう方であればね非常に面白い製品なんじゃないかなと思いました。さっきのね X キットと合わせて概要欄にリンク載せておきますので、ぜひねチェックしていただけたら幸いです。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。